プレジオ。新大阪駅にやってきました。ホテルみたいで高級感がありますね。こちらリビングのスペースで約 11.5 畳、洋室の方で 5.8 畳となっております。このチャンネルでは弊社の物件をご紹介しています。仲介手数料は一切かかりません。さらに独自の特典もあります。プレジオ賃貸マンション大阪。今回はプレジオ新大阪ルージュをご紹介していきます。大阪の玄関口、新大阪駅にやってきました。新大阪駅から約徒歩5分のところにプレジオ新大阪ルージュがあるということで、早速行ってみましょう。プレジオ新大阪ルージュに到着いたしました。こちらのマンションは大通りに面していて利便性も高いですね。では早速エントランスの中に入っていきましょう。プレジオ新大阪ルージュへようこそ。エントランスは外観と合わせてヨーロピアンスタイルでまとめられていますね。大理石風のタイルや正面の暖炉のモチーフ、チェスターフィールド風のソファーがシックな雰囲気を醸し出しています。賃貸マンションのエントランスでこんな豪華なエントランスはなかなかないんじゃないでしょうか。それでは早速お部屋を見てみましょう。はい、お部屋に到着しました。こちらのマンションは内廊下になっておりますので、ホテルみたいで高級感がありますね。では中に入っていきましょう。はい、まず入って玄関なんですが、玄関すごく広いですね。すぐ入って左手には大きなシューズクローゼットもあります。こっち何足でも入りそうですね。はい、では次はリビングに行ってみましょう。こちらのお部屋のタイプはリビングと洋室が隣同士になっているお部屋でございまして、こちらリビングのスペースで約 11.5 畳、洋室の方で 5.8 畳となっております。こちらのお部屋にはリビングと洋室にエアコンが1台ずつついておりまして、全室になんとカーテンが最初からついています。こちら最初からあるとすごい便利ですね。窓も開けるとなかなか吹き抜けで眺望が良くて、すごく光が入ってきていい感じですね。では次は寝室に行ってみましょう。気になる寝室のクローゼットの大きさなんですが、こんな風になってます。真ん中に柱がないので目いっぱい服もかけられますね。高さもあって長いコートでもかけられると思います。では次リビングに戻って、備え付けのキッチンを見ていきましょう。キッチンにはカウンターテーブルがついておりまして、二口コンロのキッチンとなっております。収納もたくさんあるので十分かなと思います。キッチンの向かいには浴室と洗面所になっております。ちょっとお風呂が大きいとのことで見てみましょう。見てください、このお風呂、大人の男性でも十分足を伸ばして入れるような大きさになってるかなと思います。入って左手に洗濯機置き場、右に洗面所となっております。はい、1LDK ブラウン基調のお部屋いかがだったでしょうか。こちらのマンションには 1DK タイプのホワイト基調のお部屋もございますので、そちらのお部屋もどうぞ。こちらは 1DK タイプホワイト基調のお部屋です。リビングは約 7.6 畳、大きな窓が特徴的な洋室は約 3.8 畳となっております。では次は共用部を見ていきましょう。オートロック、宅配ボックスなど基本の設備はもちろん、エレベーターモニターもついておりますのでセキュリティも万全ですね。またプレジオ新大阪ルージュの最寄り駅新大阪駅は神戸京都へのアクセスも良く、京都までは
新快速で約25分、神戸三宮までも約30分で到着できます。新幹線の駅にもなっておりますので、約2時間半で東京や博多にもアクセスが可能となっております。プレジオ新大阪ルージュ、いかがだったでしょうか。それでは物件のおさらいです。こちらの物件は2人入居やペット飼育も可能で、オートロックや無料インターネット、宅配ボックス等も完備しております。プレジオ新大阪ルージュが気になった方は概要欄よりお問い合わせお待ちしております。またこの動画がいいねと思ってくださった方は、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。またお得な情報を発信している公式 LINE や Twitter、Instagram、TikTok などの SNS もぜひフォローお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。